渡辺、魔法とは悪くないですね、まあ。なんでかっていうと、まあ、ニュースを見ると、まあ、女性は30枚ぐらい写真を送ってて、まあ、写真を送ると、まあ、通話で言葉責めをしてあげるってことだったんですけど魔法とは、まあ、そういうサービスをしてなかったので、まあ、ちょっと悪いかなと思うんですけど写真のやりとりは まあ2人だけの秘密だったのに、まあ、秘密は守られることはなかったので真琴、まあ、はちょっとかわいそうだなって思うし、まあ、女性がまあこれこれに報告したタイミングとほと、まあ、がまあ結婚を発表したタイミングが近くて、まあ、女性はまあ結婚結婚発表して。 したことに、まあ、ちょっとショックを受けたっていう風うに考えると、まあ、マホトもちょっとかわいそうやなと思うし、まあ、マホトの動画は面白いので、また動画投稿してください。